みえる空、レスキューウィングスマイナスは日本のテレビアニメ。全13話、レスキューウィングスシリーズの一つで同シリーズの中心的な作品である。2006年にテレビ東京系と ATX で放送。また、2009年1月1日深夜から4日間にわたってアニマックスで一挙放送されたほか、2月から同局で再放送された。 その際、DVD のみに収録の第13話も放送された。2018年3月11日には、チャンネルネコでも全話一挙放送された。舞台となる小松基地石川県小松市にある航空自衛隊小松基地の航空救難団、小松救難隊を舞台に、道団に配属された主人公、内田和弘の救助活動や人間関係を描いた作品である。 航空自衛隊が制作協力しており、3DCG で描かれた航空機や機体操作、救助活動などをリアルに描くことに力を入れている。また、小松市や金沢市など背景描写も細かい。当初は女性主人公の作品として企画されたが、制作途中で男性主人公に変更された。ジェット戦闘機のパイロットになりたかった内田和弘は、 航空自衛隊に入隊。だが、自分の希望とは裏腹に、パイロット要請の先行過程で、ヘリコプターの操縦士になってしまう。同期の小坂隆が、希望通りにイーグルドライバーになる中、それでも気持ちに折り合いをつけて、配属先の小松基地にやってくる。そんな中、配属間もなく災害が発生し、現地に向かうこととなるのだが、 uh-60ju-125af-15j2006 年4月8日からスコーリンプラスにて有料配信を開始した。しかし、6月30日にスコーリンプラスのサービス提供が終了し、以降は aii にて有料配信がされていた。なお、この番組に限ったことではないが、番組内で流れていたスコーリンプラスの CM は、のとまみこのナレーションで、 雪山遭難者の映画、バーティカルリミットを再生するものだった。2019年3月29日21時翌3月30日6時にかけて、シネマシティにて、テレビシリーズ前話のオールナイト上映開催、神の雪久、杉山清作中にも登場する、小松ドーム第6から7において墜落した、熊田三位。 セリザワ1登場の F-15DJ はコールサインメタル09を名乗っていた。地上波未放送の第13話はシリーズ構成作業の段階で外された外伝エピソードであり、いわゆる真の最終話といったものではないことが公式ブログで明言されている。また、時系列的には第1話よりも少し前の物語である。 2009年1月1日から1月4日に先行一挙放送を実施期待番号38から4578ありがとうございます。